ハーツ・オブ・アイアンは、スウェーデンのゲーム会社パラドックス・インタラクティブが発売している第二次世界大戦をテーマとする歴史シミュレーションゲーム、戦略級、某シミュレーションゲームのシリーズ。Windows 版及び MacOS 版、Linux 版が存在する。プレイヤーは第二次世界大戦当時存在していた国の中から一つを選び、主に数軸。 連合、共産の三つの陣営のいずれかに加わるか、自ら新陣営を立ち上げるか、中立を保ちながらのいずれの方法で対戦に生き残っていくことを目的とする。戦闘単位は、師団、飛行隊規模、作戦の指示は、軍団、軍、艦隊、航空団規模で行う。ゲームシステムは1時間単位で進むセミリアルタイム、方式である。 当時の国家総力戦の時代背景に従い、インダストリアルキャパシティと資源の確保が内政の中心的課題となっている。ユニットの生産や改良はすべて IC を振り分けて行うようになっており、本ゲーム内では工業力イコール国力と言える。工業力と資源はプロビンスに割り振られている。ただし、国家が工業力と資源を100%利用できるのは、 国家の固有の領土とみなされる本国プロビンスだけである。それ以外のプロビンスでは資源の産出量が少なく工場の稼働効率が悪く守備隊を置かないとパルチザンが発生する。そのため、ホイでの領土の拡大は見た目ほどのメリットがない。他国が自国の本国、プロビンスを領有している場合は戦線布告の大義名分とすることができる。戦争で勝利し、 領土を奪還できれば大幅な国力増加が見込める。ゲーム期間が1936年から1948年と極めて短く、ゲームのほぼ全期間中戦争が続くため、ヨーロッパユニバーサリスやビクトリア等の他のシリーズと比べて戦争、戦闘のみに特化し他を切り捨てたシステムとなっている。戦闘システムの複雑化に加え、例えば、ホイでは勝利ポイントと呼ばれる。 ポイントのあるプロビンスだけを占領すれば国の併合が行えるようになっている。また占領中の領土からも工業力や資源を取得できるようになっている。またパラドックス社の歴史、SLG は伝統的にチュートリアルが非常に不親切であることも知られているが、ホイシリーズは他のシリーズと違い圧倒的にゲームペースが速い上、他のシリーズ同様一部でも AI に委任することが できずすべての膨大な作業をプレイヤー自身ですることになるため負担が大きくゲームを楽しむための難易度が高めであるプレイヤー及び AI の担当する各国家は軍事同盟を締結することができるこの同盟はすべて公主同盟であり同盟を結んだ国のいずれかが戦争状態になれば他の同盟国も必ず参戦しなければならない同盟は ゲームの主役となる三大同盟とそれ以外の小同盟とに分けられる。ゲームでは史実に基づいた外交関係が設定されており、独自の同盟関係も築ける。第二次世界大戦のイデオロギー対立の要素がゲームデザインに加えられており、国の生態はファシズム、民主主義、共産主義の三つに大分類される。それぞれ三大同盟の数軸、 連合、共産に対応している。ホイオンでは、この他に、ノンはアラインドがあり、主に君主主義が分類されているが、ファシズム、共産主義とはまた異なる、権威主義、さらには無政府主義までもが、この分類に含まれる。ホイ2シリーズにおけるイデオロギーと生態の、関係自国の所属する同盟の勝利ポイントを、ゲーム終了時に1位にすることである。勝利ポイントは、 支配しているプロビンスに設定されている値の合計であり、それ以外の方法では手に入らない。ハーツオブアイアンスリー a n c e l 以降では、ゲーム開始時に、陣営の名刺国が、勝利条件を設定できるようになっており、それを達成することで勝利する。勝利した後もゲームは継続できる。プレイヤーは登場する。国の一つを選びプレイする。コイン2では、 175カ国以上の中から一国を選んでプレイすることができると歌われている。その多くはゲーム中に定められた条件を満たした時にのみ登場する国であるが、それでもキャンペーンシナリオでは数十の国を選択可能である。登場する国は史実での実態や地位、政治的対立に関わらず国として扱われるため、政治問題となることもある。 シナリオは史実に基づいて設定されており、国によってはゲーム終了までプレイすることが難しかったり、ホイの中心的要素である戦争がほとんど不可能であったりする。こうしたことから、普通にプレイされる国は一部であるが、逆にこのような国で最後まで生き残ることを目的としたプレイの仕方もある。シナリオ開始時にはその時の情勢に応じた国しか存在しないが、 シナリオを進めるにつれ、チェコスロバキアの解体によるスロバキアの独立、微子政権の発足、東西ドイツの誕生など歴史に沿って新しい国が登場していく。その他、異なる時代の国家、架空の国家なども存在し、登場可能である。難易度はシリーズやバージョンの違い、DLC の有無によって大きく異なる。公選性とは、 国際社会での評判を表す国家のパラメータである。高いほど挑発的とみなされ、国家間の友好関係に悪影響を与えると呼ばれていたものとほぼ同じものである。大義名分のない宣戦線復刻を行ったり、敵国を併合すると大きく上昇する。これが高い国への宣戦線復刻は、低い国よりも各種ペナルティが少なくなる。民主主義の国は、 対象国の公選性が高くないと、戦線布告できない。ゲーム中、ドイツの国家元首のヒトラーは戦時に自国の公選性を上げ、平和時に自国の公選性を下げる能力が与えられており、これにより、アメリカの参戦をゲーム上で表すことに成功している。ホイ3では中立度に変更されており、他国の脅威度をスパイによって高めることにより、 自国の中立度が低くなる。他国の脅威度が自国の中立度を上回ると戦線布告が可能になる。法有では国際緊張度が該当する。国際緊張度は最初は0%だが、ナショナルフォーカス次第で増減する。ファシストや共産は無条件で NF を伴わない、戦争目標の正当化からの戦線布告が可能だが、確実に国際緊張度が増加する。 国際緊張度が一定の割合以上になると、主に民主国家から独立保障を受ける国が現れるが、その状態の国に宣戦布告すると高確率で保障国が参戦する。民主国家は国際緊張度を引き上げた国に対して、戦争目標の正当化からの宣戦布告が可能。ある決められた地域を支配していると新国家として独立させることができる。 占領状態では通常資源や工業力は一部しか利用できない上パルチザンが発生する危険性があるが独立した新国家にとっては本国プロビンスであるため IC などを100%利用できパルチザンも発生しなくなる新国家が領土を要求する地域のうち自国の本国プロビンスでない支配地域が新国家に与えられる独立直後の政権は 傀儡政権であり、創始国はその資源を独占できるが、軍備や内政などは新国家に委ねられ、プレイヤーは支持できない。また、新国家の独立により、自国の公選性が低下する。傀儡政権を解体すると、さらに公選性が低下する。ただし、独立させた場合は、自国民の不満度が上昇する。イギリスやフランスなど、開始当初から、 多数の植民地を獲得している国家では、独立を認めすぎると、イベントが発生し、著しく不満度が上昇する。保ンでは、EU4 同様に完全な独立をさせることや、独立した国家でプレイすることが可能。ゲーム中に滅亡した国家の復活も可能である。ポーランドのように、シナリオ開始時と、滅亡後に再登場した時に、本国プロビンスが異なる国も存在する。 ハーツ・オブ・アイアン・フォー以外の作品は、英語版はパラドックス社、日本語版はサイバーフロント社から発売されていたが、サイバーフロント社が解散したことにより、日本語版の販売は終了しておりパラドックス社は日本語対応する気はない。なお、有志による英語版の非公式日本語化モッドがこれとは別に存在する。2002年に発売。 日本語版は2008年7月4日に発売。日本語版は当初2003年9月にメディアクエストから発売される予定であったが、日本語化が困難な箇所があるという理由をつけてキャンセルされた経緯があり、続編のホイによりも数年後に発売されるという逆転現象が起こった。2005年1月に発売。日本語版は2005年12月に発売。 技術研究システムの変更、空戦、海戦の簡略化、外交活動の変更、その他多くの軍事システム変更がなされた。Hearts of Iron 2, ーアア2ドゥームズデイ2006年4月4日に発売。日本語版は2006年8月4日に発売。Hearts of Iron 2の拡張パック。拡張パックと名打たれているが、単体でプレイすることができる。 ゲーム期間が1953年まで延長されており、冷戦や第三次世界大戦がテーマとなっている。システム面でも、長方戦などの機能追加や IC の自動割り当てなどの改良がなされている。追加キャンペーンシナリオのドゥムズデーは、第二次世界大戦終結直後の1945年10月に、米ソ対立から第三次世界大戦が勃発したと、する架空のシナリオである。 モスクワへの核攻撃から始まる。このシナリオでは、米ソの総力戦が繰り広げられることになる。ハーツオブアイア i 2, ドゥームズデイアルマゲドンハーツオブアイア i 2, ドゥームズデイのブースターパック。2007年3月29日に発売。日本語版は2007年9月7日に発売。欧州ソビエト、オーストララシア等の架空の少数の地域大国が世界を分割し、 史実とは全く違った歴史の中を歩んできた国々を1936年からプレイできる新作シナリオが2本同梱されている。これらは各国家の強さが均一化されているため、マルチプレイを主眼に置いたシナリオである。その他の大きな変更点として、ゲーム終了年度が可変となり、最大1964年まで延長されたほか、改選。 風船のバランスが変更され、占領した国家の研究機関を引き継げる等の新要素が含まれた。アーセナル・オブ・デモクラシー・モッド制作者が設立した BL ロジック社がベースにパラドックス社からハーツ・オブ・アイアン2のソースコードの提供を受けて開発した作品、モッドではなく単体でプレイ化、AI の変更、シナリオの追加など、 ホイニをベースに大幅に手が加えられている。2010年2月23日に発売。日本語版は2010年6月25日に発売。ダーケストアワー、A Hearts of Iron Game Arsenal of Democracy。同様、Hearts of Iron 2をベースに開発された作品。もっとではなく、単体でプレイすることができる。AI の変更のほか、重宝や、 外交のシステムに変更が加えられている。ダウンロード版のみで2011年4月5日に発売。アイアンクロスイッシュアパーエリーが開発したハーツオブアイアン2アーセナル・オブ・デモクラシーダーケスト・アワーに対応した拡張パック。プロビンスイベント技術数が増加している。2010年10月7日に発売。日本語版はアーセナル・オブ・デモクラシーのみ対応しており。 2011年6月24日に発売された。2009年8月7日に発売。日本語版は2009年12月18日に発売。ゲームエンジンが EU3 由来のクラウゼウィッツエンジニへと変更されており、グラフィックの 3D 化が試みられている。アナウンスで明らかにされた新作の方向性は、前作の伝統を引き継ぐ一方で、熟練者向けに、 多数の新規軸とシステムに注力する。それらには1万以上に区切られた巨大なマップも含まれる。とされている。前作とは異なり、歴史的イベントがほとんどない上、AI も史実には従わないため、史実通りに進めることが非常に困難となってしまった。システムも大幅に変化しており、例えば軍事はプロビンス数が約4倍になった上、軍隊の最小単位が 旅団、輸送艦による上陸が沿岸部ならどこでも可能になるなど戦略性が増している。貿易システムも変更され、物々交換は共産主義国家しかできなくなった。技術開発も戦艦のエンジンや不評用のグレネードなど開発項目が細かくなっている。外交も簡単には戦線復刻ができず、スパイの重要度が増している。 その他にも、亡命政府など、新システムが追加されている。だが、補給システムの開閉により、シベリアが、実質突破不可能などの欠陥等も起きている。ハーツオブアイアン3、全パーフ p a h 5 h e a r ア s of ア3の拡張パック。2010年6月6日に発売。日本語版は2010年10月1日に発売。1940年シナリオやイベントの追加が、 図られている。Hearts of Iron 3ホーザマザーランド Hearts of Iron 3の拡張パック第2弾。2011年6月28日に発売。日本語版は2011年10月7日に発売。局地的な戦闘シナリオの追加やバランス調整。さらなるシステムの改善が図られている。また、本作よりマルチスレッドに対応となっている。Hearts of Iron 3 ゼアファイネスト・アワー・ハーツ・オブ・アイアン3の拡張パック第3弾。2012年9月26日に発売。日本語版は2013年2月1日に発売。主な変更点としては、戦闘シナリオ、冬戦争、スペイン内戦の追加、カスタムゲームモードや、マップモードツール、作戦計画モードの追加といったシステムの変更、国ごとに違う、西部隊ユニットや、 上陸作戦用艦艇の追加などが挙げられている。2016年6月6日のノルマンディー上陸作戦が開始された日にちなみ発売。システム面においては大規模な変更がなされ、今まで工業力としてひとまとめにされていた工場が軍事工場、民事工場、海軍造船所に分割されたり、生産ラインが廃止された代わりに、小銃や ヤフォーなどの兵器を一つずつ生産して備蓄する形式となっている。さらには資源が備蓄できなくなるなど既存のシリーズのシステムの多くが大幅に変更されている。加えて新たに各国に固有の特性を付与するナショナルスピリットやアメリカドイツソ連イギリス日本、フランスイタリアの名の大国とポーランドに 国家の重大な決断や選択を表現したナショナルフォーカスという新システムが搭載され、史実とは異なる選択も可能になっており、プレイヤーの決断によっては歴史が大きく変わる選択肢が用意されているほか、戦線の概念等、新規要素が数多く導入された。なお、固有のナショナルフォーカスを持たない国には、汎用のナショナルフォーカスが用意されている。 しかしその一方で1936年以外のシナリオでゲームを開始したり人物名等を翻訳しようとすると実績を解除することはできない。ハーツオブアイアン3までパラドックスインタラクティブからライセンスを得て日本語版を販売していたサイバーフロント社会産後の作品であり、さらにパラドックスインタラクティブは日本語版の発売は全く考えていない。 本作で使用されているクラウゼービッツエンジンはマルチバイト文字に対応していることから有志のユーザーによる非公式日本語化モッドが作成されている。ハーツオブアイアン4は発売開始から2週間で20万本を販売しており、これはパラドックスインタラクティブが販売した歴史ストラテジーゲームとしては過去最速であったハーツオブアイアン 4. トギャザー・フォー・ビクトリー・ハーツ・オブ・アイアン・フォーの拡張パック第1弾2016年12月15日発売イギリス連邦のカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、イギリス領インド帝国に多くのイベントや固有のナショナルフォーカスとナショナルスピリットが与えられ新たに従属国の独立、併合を可能にするシステムやカンティーションフォーカスといった新システムが追加される ハーツ・オブ・アイアン・フォー、デス・オア・ディス・オナー・ハーツ・オブ・アイアン・フォーの拡張パック第2弾。2017年6月14日発売。欧州の中堅国家である、ハンガリー、ルーマニア、チェコスロバキア、ユーゴスラビアに特化した拡張パックとなっており、多くのイベントや固有のナショナルフォーカスとナショナルスピリットが与えられている。また、ライセンス生産システム、装備の転用システム、 ファシスト国家独自の従属国システムが追加されている。ハーツオブアイアンフォー、4ウェイキング・ザ・タイガー・ハーツオブアイアンフォー4の拡張パック第3弾。2018年3月8日発売。中国に特化した拡張パックとなっており、多くのイベントや固有のナショナルフォーカスが追加された。その他に、日本、ドイツに対してもナショナルフォーカスの追加が行われている。また、 地域系統の変更や、ディシジョンミッションシステム、駐在武艦システムなどが追加された。ハーツオブアイアンフォ n 4, マンザガンズハーツオブアイアンフォ n 4の拡張パック第4弾。2019年3月1日発売。海軍関係に特化した拡張パックとなっており、船体とモジュールを別々に研究し、従来の陸軍用兵器のように改造を施せるシステムが実装された。 海戦そのものも大きく変化しており、機雷布設などの新任務追加や艦隊編成システムの変更、提督への特性追加などがされた。また、米英のナショナルフォーカス追加や、オランダ、メキシコへの独自、ナショナルフォーカス実装、亡命政府の実装、ナショナル、スピリットとしての海軍条約の追加などが行われた。 また、同時に実装された V1.6 例で燃料の概念が追加され、燃料サイロの追加、石油資源の貯蔵などが可能になった。ハーツオブアイアン4ラレジストンスハーツオブアイアン4の拡張パック第5弾。2020年2月25日発売。占領政策や情報機関のシステムなどが追加される。他、フランス、スペイン。 ポルトガルにナショナルフォーカスの追加を行っている。ハーツオブアイアン4バトルフォーザボスポラスハーツオブアイアン4の拡張パック第6弾。2020年10月15日発売。新しくトルコ共和国やギリシャ王国、ブルガリア王国にナショナルフォーカスが追加されたほか、ルーマニア王国とユーゴスラビア王国にもナショナルフォーカスの追加が行われている。ハーツオブアイアン4 ノー、ステップバックハーツオブアイアン4の拡張パック第7弾。発売日時は未定。新しく、バルト3国にナショナルフォーカスが追加される予定である、ほか、ポーランド共和国、ソビエト連邦にナショナルフォーカスの追加が行われている、予定である。また、新しく鉄道、列車法が要素として追加されるほか、戦闘正面幅の変更などのバランス調整が行われる予定。 ハーツオブアイアン3まではゲーム内容を設定するデータベースやセーブデータのほとんどがテキストファイルもしくは CSV ファイルで用意されゲーム中で使用される画像も BMP ファイルやとがファイルで用意されている。従って m o d による改造ツールなどを使わずに行うことができる。しかしその分多くのファイルにアクセスする必要があるため 起動時をはじめディスクへの負荷が非常に大きい当時のドイツ国旗はハーケンクロイツであるが、ドイツでは公的な使用が禁止されているために、ハーツオブアイアン r 4を除きゲーム内では、低成期及び1933から35年に使用された三色旗が用いられている。ハーツオブアイアン r o 4では1938から45年、ドイツ国防軍機の針十字を 鉄十字に変更したものとなっている。ハーツオブアイアン法において初期設定ではヒトラーの顔写真は黒塗りになっているが、ドイツ以外では黒塗りになっていない、顔写真は DLC という形で最初から導入、変更可能である。ドイツ国内では民衆占領罪に当たるとして導入されていない。また、民族浄化や非戦闘員への戦略爆撃。 生物兵器や化学兵器は本ゲーム内では取り扱わず、ホロコーストに関するイベントなどはない。公式フォーラムにおいてもこれらの話題を挙げることは禁止されている。2までは南京事件のイベントが存在したが、3、4では削除されている。中華人民共和国では本シリーズは販売禁止となっている。ゲーム内での当時の中国の状況がこの理由として、 挙げられている。これに対してパラドックスは、我々はゲーム会社であり、特定の政治的意図は持っておらず、そのため研究家や資料に当たるなど、歴史の正確さには注意を払っている。と反論している。日本では一作目の日本語版が2003年に、ハーツ・オブ・ライアン戦火の死士たち日本語版という、 タイトルでメディアクエストより発売される予定であったが、後に英語版の一部に弊社のゲームソフト作成基準上、日本語化が困難な部分があるためとの理由で発売が中止されている。詳細は発表されていないが、日本の先般や皇室の表現に関する部分が理由ではないかと推測されている。後にサイバーフロントより発売された日本語版のシリーズでは、 この問題を回避するためか、英語版において広ヒ人ヒと設定されている日本の国家元首が自然人ですらない大本営に変更されている。さらに、シリーズを通じて日本の国家タグがジャップとなっていることにも批判の声がある。陸軍の場合は、各兵科ごとのアイコンは基本兵科記号が使用される。ただし、一部オリジナルアイコンもある。一方、海軍及び 空軍の場合は、感染あるいは航空機のシルエットになっている。ありがとうございます。